タラント空襲、タラント空襲、ジャッジメント作戦は、第二次世界大戦中の1940年11月11日から12日に、イギリス海軍が行った空母艦再機によるイタリアのタントタラント軍港に対して行われた航空作戦で、メガバイト8作戦の一部として実行された。この攻撃で、イタリア海軍は、戦艦3隻が大損害を受けたのに対し、 イギリス側の損害は、大撃機2機のみであった。タラントは、イオニア海のターラント湾に面した都市で、重要な軍港があり、地中海における、イタリア海軍の一大拠点であった。タラント軍港には1940年11月には、土球戦艦を改装したコンテディブール級のコンテディ、カブール、ジュリオチェザーレ、カイオドゥイリオ級のアンドレアドリア、カイオドゥイリオに加え、 ちょうど急戦艦であるビットリオ・ベネット級のビット・オベネとリットリオを戦列に加えて強化していた。他にも条約型巡洋艦数隻と駆逐艦多数を配備していた。イタリア海軍はタラント湾の港湾部に防空砲台とサーチライトを設け、戦艦5隻をタラント市外に近い湾央部に、その外側に巡洋艦と駆逐艦数隻を停泊させた。 艦隊を守るべく、周囲を来撃から守る防がみなりもろと、航空爆撃を阻害する粗速気球により防御していた。市街地を挟んで、反対側に位置するマーレピッコロ軍港内にも、巡洋艦と駆逐艦多数を配置し、岬に水上機地があった。タラントには艦隊に燃料を補給させるために、貯輸施設があったが、その周囲には、 サーチライトは設置されていたが防空砲台は軍港に比べて少なかった。このため、イギリス海軍は第二次世界大戦の海戦前から空母艦載機によるタラント軍港のイタリア艦隊に対する攻撃を考えていた。海戦時の地中海でのイギリス海軍の空母戦力はアレキサンドリア港のイーグルとジブラルタルに配備されていたアークロイヤルの2隻のみであった。 1940年9月、アレキサンドリアの地中海艦隊に新鋭空母、イラストリアスが到着し、航空戦力が強化されると、イギリス軍はマルタ島からタラント軍港の航空偵察を行い、港内の様子を詳細に把握。ディスター少将によって、作戦の具体的な内容が立案された。作戦は、ジャッジメント作戦と命名され、 空母イーグルとイラストリアスの関西機30から40機により10月21日に見されることに決定された。しかし、訓練中にイラストリアスで火災が発生し作戦は11月11日に延期された。だが、作戦行動開始の2日前に今度はイーグルで障害が発生し作戦参加が不可能とな。このため作戦はイラストリアス一隻で行われることになり、 イーグルからソードフィッシュ5機がイラストリアスに移された。1940年11月6日、イラストリアスは戦艦ウォースパイト、バリアント、マレーやラミリーズなどと共にアレクサンドリアから出撃した。この艦隊はまずマルタまでメガアット3戦団を護衛した。11月10日にマルタ製法でジブラルタルから来た戦艦バーラムなどが合流した。 11月11日18時、イラストリアスは他に、軽巡洋艦4隻と駆逐艦4隻追ってタラントの攻撃に向かった。11日21時タラントの南約 272km で、イラストリアスは攻撃隊を発進させた。攻撃隊は、ソードフィッシュ来撃機21機で、第1波12機と第2波9機からなっていた。22時58分、第一波が、 タラント軍港上空に到着した。第一波は2機が照明弾、4機が爆弾、残りの6機が魚雷を装備していた。まず照明弾が投下されるとともに爆撃が行われ、続いて雷撃が行われた。この攻撃で戦艦コンテディカブールに魚雷1本、戦艦リトリオに2本が命中した。コンテディカブールは沈没を防ぐために故意に浅瀬に座礁させた。 1> 約1時間後に、第2波、2機照明弾、2機爆弾、5機魚雷が到着した。第2波の攻撃では、戦艦リットリオと戦艦カイオドゥイリオに、それぞれ一本魚雷が命中した。この他に、トレント90巡洋艦のトレントとマエストラーレ、旧駆逐艦のリベッチオに爆弾が命中したが共に、不発だった。魚雷を受けた3隻は、大破着艇したが、 魚雷三本を受けた、リットリオ、魚雷一本を受けたカイオ・ドゥイリオは数日のうちに、排水し不要されて、応急処置を受けた後に、アンサルド造船所に栄光されている。それでも、リットリオは1941年3月、カイオ・ドゥイリオは1941年5月まで、行動不能となった。だが、カイオ・ドゥイリオと、同じく魚雷一本を受けただけのコンテディ・カブールの、 不要作業は難航し、両艦の修理が完了した1941年7月に、ようやく不要が成功するも、終戦までに修理は完了せず1952年に解体処分された。イギリスの攻撃隊は2機が撃墜された。1機目は、第1波でコンティリカブールの来撃に成功した機で、魚雷投下地畜間フルミーネに撃墜された。2機目は、 第2波のソードフィッシュで従順洋艦ゴリツヤによって撃墜された。イタリア海軍は燃料事情もあり、あまり積極的に行動していなかった。だが、この空襲を受け、防御性は高いが、地中海へのアクセスが悪いナポリへ、主力艦を移動したことになり、イタリア艦隊はより消極的となった。さらに、イギリスの戦団攻撃のために、イタリア艦隊が出撃すれば、 メッシーナ海峡を通ることになる。メッシーナ海峡は、マルタ島からの偵察機の紹介圏内に入るため、イギリス軍は、イタリア艦隊が、イオニア海へ出る前に出撃を察知できるようになり、動向の把握が容易になった。また、イタリアの戦艦3隻を撃破したことにより、イギリス海軍は、自国の戦艦を、地中海から対ドイツ海軍のために、自国の海域や大西洋に送ることができ、 半年後に起きるビスマルク追撃戦に少なからず影響を与えた。この空襲はイギリスのみならず、イタリアを含める各国の航空万能論、航空主兵論を後押しする形になり、1941年12月の真珠湾攻撃、マレオ機海戦と並んで大環境法主義からの転換を求める最多ラント空襲を挙げ、戦後もその転換期を示す際に用いることがある。 また、日本海軍は、真珠湾攻撃の実施にあたり、この空襲を研究したと言われている。実際、タラント、水深12メートル同様に概要に比べて、真珠湾は、水深が浅いため、イギリス海軍と同じ手順である、魚雷に改良を加え、低空で魚雷を投下することを、真珠湾攻撃で行っている。なお、修理施設の完備した、敵港湾内では、敵艦を空襲し、 大破着底させても修理して最終駅してしまうという欠点も明らかになったが日本海軍の目的は南方作戦の間米太平洋艦隊主力である戦艦部隊の行動を成長することでありこの点は重視されなかった楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください